皆さんこんにちは、あかりんことよしのあかりです。今日はなんでこんなものをつけてるかって言いますと、私の生涯使い続けたい殿堂入りコスメを紹介していきたいなと思います。なので殿堂感が出るかなと思って、友達からお土産でもらったこのカチューシャとピンクマンっていう感じでやらせていただいておりますが、1年前にも同じ企画をやってるので、まあそれの最新版みたいな感じなんですけど、本当にぜひとも使ってほしいなって思う一押しコスメばっかを揃えてるので、ぜひ最後まで見て帰ってくれると嬉しいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。はい、ということで1年前にも同じ企画をやってるので、あれも生涯コスメ、本当に使い続けたいと思うんだけど、この1年間またいろんなコスメ使って、私的にこれは追加だなって思うものとか、もっといいものに出会えたよっていうのを紹介していこうと思う。で、スキンケアに関しては、定期的に最近のスキンケアまとめみたいな動画を上げてるので、それで見てもらえたらいいかなということで、ちょっと量が多いので今回コスメだけにしました。じゃあまずこれはね、本当に私の中でルーキーって感じやねんけど、こちら最近めっちゃ使ってる乾燥さんの水分力スキンケア下地です。で、一応 SPF42 の PA3+ 入ってます。私はこう日焼け止めとしても使ってるんだけど、一番はデイクリーム的な感覚で使っていることが多いです。まあ出すとこんな感じで、本当に水分ジェルみたいな、だけどちょっとクリームみたいな、油分と水分のバランスめちゃくちゃいいって感じのクリームです。で、まあ見た目はね、もう塗っても何にも変わらないんですよ。なんだけどなんか表面がね、うるっとしてくれて、でも乾燥さんって言ってるからめちゃくちゃ乾燥肌向けなのかなって思うけど、油分は全然気にならないから夏場でも使えるんですよ。か、今まで使ってたデイクリームとかもすごいんだけど、なんか夏場さっぱり使いたい時はね、このね、油分と水分の量が私的には一番合ってるなと思って、最近はこれが好きで使ってる。冬場だとちょっと物足りないかなって感じるけど、夏場はこれぐらいがいいなということで、夏に使いたいデイクリームって感じかな。デイクリームってやっぱちょっと保湿がメインなところがあるから、まあ、保湿とどれだけこの辺がこうツルッとしてメイクのりが良くなるかってとこを私はデイクリームに求めるんですけど、まあ、これがデイクリームかって言われると難しいけど、私はデイクリームで使ってんねんけど、どっちかっていうと保湿がしっかりされて、もうちょっと水分感が多く入ってほしいなって思うもの多かったんけど、これはなんか水分感がすごいあるので、夏場に使いたくなる、私の中ではデイクリームの役割をしてくれているものかなと思って入れました。プチプラだしね。で、今回選んでて驚いたのが、生涯コスメってなるとやっぱね、デパコスが前回すごい多かったんですけど、今回本当にプチプラが結構入ってきたのが私的には嬉しかったです。では続いて、エリクシールのデイケアレボリューションです。SP プラスの方を選びました。こっちも大好きなんだけど、私がいつも紹介してるトーンアップの方ね。これはメイクによって使う日使わない日が出てくるので、こっちピンクが入ってるんですけど、生涯通してどんなメイクでも使えるなって思ったのが普通のタイプだったので、今回はこっちを選びました。 SPF50 プラスの PA4 プラスで最高値の日焼け止めですね。これは日焼け止め乳液と名前がついてるぐらい本当に伸びのいい日焼け止めです。これも塗ってみて何か見た目がトーンアップするとかそういうのはないんだけど、やっぱこの保湿具合はやっぱちょっと夏場のどうしてもメイクを崩したくないみたいな日っていうよりは、冷房で乾燥するなとか、めちゃくちゃ乾燥肌の人におすすめって感じだけど、私はこれは冬場も使える、キシキシしない、一番保湿してくれるんじゃないかって思ってる日焼け止めなので選んだ。塗った後のこのツヤ玉ともっちり感がやっぱ他にはなくて、しかもさ、このクオリティのものを買おうと思ったらデパコスやとやっぱ結構値段する。最近日焼け止めとかでも1万円とかするやつとかあるから高いなって思うねんけど、これはね、値段もそんなに高くないので、私の中ではこれは絶対殿堂入り。これと同じようなクオリティで、この値段で、このテクスチャーでっていう、なんかこう同じようなコスメが見つからないので、これを選びました。ついつい手に取ってしまう、そんな感じの日焼け止めです。あ、そうや、大事なこと言うの忘れてた。今回ですね、前回もそうしたと思うんですけど、自分がプロデュースしているブランド B アイドルのコスメは入れてません。自分の作ってるものだから生涯使いたいって思ってしまうので、当たり前だろって感じだと思うので、今日は B アイドル以外で紹介していきます。続いてファンデーション紹介していきたいと思います。下地は特に選んでないので適当にこの辺にあるものを使いました。ファンデーションはこちらかなーということで、資生堂のエッセンススキングローファンデーション。私使ってるカラーは変わらず220番です。このファンデーションはやっぱなんか業界を驚かせたよね。本当にもう垂れてくるぐらい、もう美容液ファンデっていう感じ。カバー力はね、やっぱないんですよ。ないんだけど、これ
ほど使い心地のいいファンデーションはないなということで、そんなにカバーしなくていいから肌のことを思ってファンデ選びしたいっていう人にはマジでやっぱこれはおすすめです。やっぱカバー力はそこまで高くないんですよ。だけど本当に乾燥しないし、かといって別に夏場使ってもめっちゃ汗かく日とかはね全然向いてないなって思うんですけど、崩れにくいとかっていうわけでもないし、ただずっと肌の調子は上がるなって思うし、今日肌休めたいなとかちょっと素肌っぽいうるうるメイクしたいなっていう日はやっぱりこれを取ってしまうので、代わりがいないという意味でもこれが私の中での生涯推せるファンデかなと思います。最近新作コスメとか見たいからっていうので離れてたけど、でもやっぱすごいもんな、圧倒的美容液感、もうほんとスキンケアしてる感覚なんですよね。絶対に乾燥しないファンデーションって感じ、それが言い切れてしまうくらい保湿力のあるファンデで、ちょっと最近ここまでテカテカに塗ることないから、ちょっとなんか自分の中でもびっくりしてるけど、本当にこのツヤが出るのですごいですよね。崩れにくいファンデーション探してるとか、ちゃんとカバーしたいとか、ここまでツヤツヤは嫌だっていう人には正直違うかなと思うファンデーションなんだけど、とにかく使い心地が良くて素肌感、あとうるうる感、乾燥しないファンデーション探してるよっていう人は本当におすすめです。特にこの組み合わせ、冬場絶対乾燥しないので、まあこれから寒くなってきたら特におすすめしたいセットかなって思います。そしてコンシーラー、コンシーラー前回もね同じやつ選んだんだけど、新色が今年になって出たのでまた選んでおきました。ディオールのディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーの、前は 0N を使ってたのかな、でも今使ってるのが 00.5N という新色のカラーをずっと使ってます。このディオールのファンデーションは本当に回数で言うと一番動画に出てきてるんちゃうかってぐらい出てきてると思うんですけど、大好きなディオールのファンデーションの一番ちょうどいいカラーが出たということで、最近今この色をずっと使ってます。なのでまあこれは前回も入ってるので、ものはね皆さんご存知かと思うんですけど、これもなんか美容液コンシーラーって感じで、崩れにくいし乾燥しにくいなっていうので推しですね。こういう美容液系のファンデーションとか、この素肌っぽいファンデーション使うとカバー力が物足りなく感じたりするから、結構広い面にねコンシーラー塗ったりするんですよ。広い面に塗っても乾燥しないから、こういうコンシーラー探してもやっぱディオールを超えるものってなかなか出会えないので、これもやっぱ生涯使いたいなって思うし、この 00.5N よく出してくれたという、一番自分の中にしっくりきてるカラーですね。ファンデーションとコンシーラーの間みたいな感じかな。でもやっぱめっちゃ使ってる人多いね、これメイクさんとかもみんな使ってるイメージ、現場でよく見るおすすめやな。でなんかファンデでちょっとこういう素肌っぽいファンデーション使ってちょっとカバー力足りないなって思った時とかにすごいちょうどいいですね。最近ちょっと私は肌荒れ起こし気味だったり、キメの乱れが気になったりとかするので、そういうところにねうっすら塗るのにもすごくちょうどいいです。もう本当に簡単に言ってしまうと、乾燥しにくく崩れにくいコンシーラーって感じかな。コンシーラーってやっぱしっかりカバーする分さ、時間が経つとなんか肌がくすんでくるな、肌が呼吸してないなって感じることが多いけど、これはそういうこともなく肌が疲れないコンシーラーかなと思って選びました。そしたら続きましてこちらパウダーですね。ビムビューティーのキープコンフィデンスパウダーです。みんなゲットできた？出すたびに大丈夫かなって思っちゃうねんけど、このパウダーはすごいね。本当に粒子が細かく、サラッサラになる。本当にサラッサラになる。で、毛穴がすごい綺麗にぼけて、とにかく肌も綺麗に見えるし、もうめっちゃくちゃメイク崩れしないです。もう本当にメイク崩れから守ってくれるから、もしかしたら冬場はまだ使ってないからわかんないんですけど、新作なので、夏はもってこいのパウダーかなって思う。私はね、ブラシでつけるんですけど、マジで崩れないよ。で、何がすごいかっていうと、崩れないパウダーって、まあ、すごい皮脂吸着が入ってるから、すごい乾燥しにしてくんねんけど、マリリンちゃんが乾燥肌って言ってるだけあって、こんなにサラサラになって、で皮脂も吸着してくれて崩れにくいのに乾燥しないんですよ、これそれがすごい。だからそれで言うと、 B アイドルのごまかしシャドウとかすごい崩れにくいけど、結構皮脂吸着が入ってるから全顔に塗るとさすがに乾燥するのよ。あれは本当に皮脂吸着パウダーなので、だからサラッサラになって崩れにくくするものってどうしても乾燥するなーって思ってたから、乾燥肌の私たちいや結構不向きなのかなって思うけど、これは違うからね。でなんかいい感じにツヤも抑えてくれるんですよね。だから資生堂とかと一緒に使っても全然大丈夫。マジでサラッサラになる。でもっとサラッサラにしたいよっていう人はパフ使って顔周りとかねマットな方がいいなって思うので押さえてあげるとかなりサラッサラになります。
マジでこんなにサラサラになるパウダー知らんわっていうぐらい今まで使った中で一番サラサラになると思う。まあ、で前に選んだナーズのリフコもうサラサラになるんですけど、リフコの方がツヤが残るって感じかな。こっちの方がもっとサラサラマットになるっていう感じな気がする。では続いてシェーディングはこちら、カネボウのカニ味噌ちゃんを選びました。シャドウオンフェイスですね。これはやっぱ業界に衝撃だった、なんとも言えないこのカラー、カニ味噌シェーディングですよ。シェーディングってちょっとこう濃いめのブラウンとか肌より暗めのブラウンっていうイメージだったけど、カネボウさんはこの新しい影色を見つけ出したんですね。こんな感じで結構大胆に塗るんですけど、正味ちょっともう伸ばさんくってもいいんちゃうかって思えるくらい透け感があって、本当に影ってこういう色だよねっていう色を作り出してくれたって感じ。結構ね旅行とか行ったりとかするし、やっぱ現場でメイクしたりとかするし、自メイクでみたいな時とかもあるからメイクポーチ持ち歩くこと多いんですけど、そうなるとシェーディングってブラシも持ってかなあかんし幅取るか嫌やなって思うんですけど、これだったらね幅も取らないしブラシもいらんからかさばらないしっていうのでやっぱこれ好きなんですよね。ノーズシャドウとかにも使えるし、あ、影ってこういうのでつけたらよかったね、立体感ってこういう色でできるんやって、本当に自然な影色を作ってくれたっていう感じなのでマジで感謝って感じ。ビッグサイズとか欲しいもん、太めのサイズとか欲しいなって思います。あ、ちょっと今日さ下にヨガウェア着てるんですよ、私ピラティス行ってたから頑張って髪の毛で隠してたのにバレちゃった。なんか変わりがないよね今のところ。こういう生涯使いたいと思うコスメって変わりがいないってとこが結構ポイントになってくるなって選んでて思ってんけど、ではちょっと気休め程度にリップ紹介したいんですけど、まず保湿リップですね。こちらラネージュのリップグロウィーバームのベリーです。ラネージュのこのリップといえば瓶タイプだったと思うんですよ。あれ私昔から大好きで、もう何回もリピートしてきてるし、韓国でなんか行った時にお土産で買うものって結構ラネージュだったんですけど、結構たくさん入っててコスパもいいから好きやねんけど、毎回こうすくって取らなきゃいけない。でも私めんどくさがり屋なんでスパチュラとか全然使えないので毎回爪の中に入って嫌だったんですよね。なんだけどようやくですよ、チューブタイプをね出してくれたの。ってなるともう殿堂入りよね。なんかね若干ね色はつくんですけど、まあ、出してみるとこんな感じのピンク色なので若干こう血色感もアップしてくれるんですけど、皮むけとかガサガサの治安の悪さを整えてくれるリップって感じがする。やっぱいろいろさリップやから試してきたけどラネージュが一番と思ってるから、これ持ち歩きとリビングとベッドと置いております。プランプアップ効果とかいろいろ求める人はまた違ってくると思うけど、とにかく唇をケアするだけのためにリップを選ぶなら私はラネージュだなーって思います。それでは続きまして、これも最近登場率すごく高いこちらミワイスのスポメンでーす。私の殿堂入りはやっぱりこの美肌ピンク、定番化したので入れさせていただこうと思うんですけど、こういうの欲しかったっていう、本当にちょっとカバー力のあるパウダーって感じ。パウダーファンデって全部さベージュでさ高カバーな感じがして乾燥するし好きじゃないんだけど、これはもう部分的になんかトーンアップしてくれるし、若干ねパール感はあるんですけど塗るとほぼマットなんですよね。絶妙なこの粒子の細かいパール感で、これは何に使ってるかっていうと、コンシーラーとかではもうちょっとカバーしたかったなって思うような影とかを明るくしたりとかね、肌をフラットに見せてくれるんですよね。けどやっぱパウダーしちゃうとさもうコンシーラーとかファンデーションできないじゃないですか。だから簡単に明るいこの魔法の粉でなりたい自分の肌に持ってってくれな、キメを整えてくれたりくすみを飛ばしてくれたり、高さ欲しいとこには高さ出してくれたり、でもいろんなことを叶えてくれるパウダーなんですよ。これってね他にないからスポメンだけなので、もう絶対に生涯使い続けたいって思うものです。こういうの欲しかったっていうのを叶えてくれたっていう感じ、さすが師匠のミキポンちゃんって感じです。で私はピンクが好きなんですけど、また新色で黄色っぽいカラーが出てたり、あとすごい使いやすいベージュのカラーもあるので、ぜひ自分の好きな色を使ってみてください。それではちょっとね目元によってですね紹介していこうと思うんだけど、アイブロウマスカラですね。めっちゃ悩んだんですけど、私最近アイブロウマスカラで気づいたことがあって、ずっとロム&かなと思ってたの。前はデジャブやって、デジャブも好きなんですよ。私すごいね眉毛が猫っ毛で塗りにくいんですよね眉マスカラ。なんだけどデジャブってそういう柔らかい毛の人もこう塗りやすい設計になってて、それがすごい好きなんですけど、でかデジャブも今でもめっちゃ使うし、でなんか最近よく使ってるので言うとロム&なんだけど、ロム&はめっちゃいいねんけど、
ちょっとね、眉毛にね、太さが出るというか、パリッと固まってつくんですね。それがいいところでもあるから、固めの眉毛の方とかすごいと思うんだけど、あと眉毛しっかり存在感出しながらも、色は脱色系に持っていきたいみたいな人はすごいロム&おすすめやねんけど、私は眉頭を、なんか濃く見せたくないんですね。眉頭の存在を消したいんだけど、ロム&塗るとどうしても眉頭に太さが出るなってことに気づいて、めっちゃ好きなんですけど、あとこのピンクは黒髪の時とかってすごいなんかいい感じの色味にしてくれるからめっちゃ好きやってんけど、もう一回ちょっと眉マスカラ探し始めようって思った時に、やっぱフジコかなって思って、この段階ではフジコ選びたいと思う。これのすごいところは液がすごいサラサラなのね。ちょっと曲がってるこれがね、やっぱめちゃくちゃ塗りやすいのと、あのね、地肌につきにくいっていうので、フジコを今はずっと使ってるし、でもただこれは欲を言うと色がね、もうちょっと増えたらいいなと思ってるという、ちょっとやっぱ私の髪色からするとこの色が一番明るい色ではあるんだけど、暗いのよね。で、物で言うとやっぱフジコが一番こう計算されてて塗りやすくて、太さも出なくてちゃんと眉が染まってくれるっていうので、物で言うと一番好きだな。ただ私の髪がすごい明るいからこれだと濃く感じるんですよね。もうちょっとピンクっぽいカラーだったり、アプリコットっぽいカラーだったりっていうのもあるんですけど、無難にブラウンにしたい時はこれが一番明るいのね。ただもうちょっと明るい色が出たらいいのになーって思ってるっていう気持ちではある。ただその眉マスカラとしては一番やっぱ優秀かなって思いますね。メイクさんとかもすごい使ってるけど、眉毛に太さが出ずちゃんと染まってくれて、やっぱこの角度かな、すごいのは。デジャブも同じぐらい、ここがさ、ちっちゃくて塗りやすいねんけど、デジャブのは多分まっすぐなのね。フジコは曲がってるのよ。やっぱそこが違うポイントで、曲がってるっていうのがポイント高いなと思って、他にちょっと似たようなものが私は持ってないし、使ったことがないので、フジコかなーって思ってる。あと、やっぱこれはこの前レビューして思ってんけど、クレンジングでもなかなか落ちないんですよ。だから落ちにくいっていうのも、好きなポイント。なんか眉マスカラってそんな落ちにくいっていう印象ないねんけど、落ちにくい方がいいけど、眉マスカラ落ちにくいもの探してますってなかなか聞かんやん。落ちにくいもの、落ちにくいものと思って探したことなかったけど、これ落ちにくいですっていうので、ちょっとこれは選びました。そしたら続きまして、私ビューラーは絶対資生堂だけしかもう合わないと思ってて、生涯やっぱ資生堂を使い続けるんだろうな、ビューラーはって。ずっと思っててんけど、最近の動画見てもらったらわかると思うんですけど、私ね、リリビューのビューラーが好き。そう、資生堂超えですね、これに関して。一番上がるのよ、これが。ちょっとワイドでちゃんとね、根元からパチッと上げてくれます。綺麗な C カールが作りたい人は多分資生堂の方が好きやと思うんだけど、私は何より根元をこうバシッと上げたいんですよ。ってなるとリリミューが一番ねいいのよ。あのまつげパーマのパリジェンヌみたいに上がるのがリリミューやなーと思って、もう絶対多分一生資生堂使うと思ってたけど、リリミューの方が使う率高いですね。あと資生堂は多分私のゴムがもう古くなってきてんのかなとも思うねんけど、最近ちょっとなんかリリミューに比べると結構こう散らばるというか、曲がってカーブがついちゃうみたいなことが結構あるんだけど、リリミューなんかその変な型はつかないんですよね。どうやっても綺麗に上がる。でも何よりこの根元がギュインと上がるのが大好きで、もう今欠かせない。あと2個ぐらい買って、ポーチとストックとメイク動画用と置いときたいなって思っちゃうくらいリリミューが好きです。ビューラーがちょっとこれに関しては生涯コスメ入れ替えっていう感じかな。続いてアイシャドウを紹介したいと思うんだけど、まずこれね、デイジークのムードシャドウパレットの01番のウォームベーシック。これは使いやすいカラーが20色も入ってるっていうので、コスメが好きとかじゃない人とか、毎日同じメイクでいい人はこれ買っとけばもう結構持つしね、これでいいよって思えるくらい、なんかそういう意味で推したいものなんだけど、当たり前やんっていう感じで、ブラウンこんだけ入っとったらそれはみんな好きやんなみたいな感じではあるから、だからこれは、まあ、そらそうやんっていう意味で生涯コスメって感じ。粉質もいいし、そんなにめっちゃ落ちたりとかもしないし、欲しい色全部入ってるし、ありがとうっていう感じではあるんですが、やっぱねこれもすごいなと思うのがこちら、エテュセのアイエディションカラーパレットの18番。これは2色しかないのにこの2色で可愛くなれるっていうのがすごいなと思って、ちゃんと2色で可愛く仕上がるっていうところで、他にそういうものないから、2色なんかでアイシャドウ満足できないんですよ私。いっぱい塗りたいのにこれは2色で満足させてくれるっていうので選びました。しかもこれこっち塗ってこっち塗ってとかじゃなくて、こうやって適当にこんな感じで撮るやん。でヒューっ
って塗るだけで程よい彫りの深さと、かといってこのピンクがめっちゃ腫れぼったくなることもなく、可愛い目が仕上がるんですよ。だからメイク苦手な人とかにもすごいおすすめしやすいものですね。で、下もこの色塗っても可愛いしっていうので、なんか簡単に可愛いメイクできちゃうっていうのが推しポイントかな。だから時間ない時とかいつもこれ選んじゃうねんな。絶対事故らへんからっていうので選んじゃう。ただまあ今日はね、せっかくなんでこっちも見せた方がいいかなと思うので、下まぶたはこっちで仕上げようと思うんですが、本当に時短でサクッと可愛くメイクしたい人はこのエテュセのこのシャドウはおすすめです。他にもね、色展開たくさんあるので、これは1個持ってたら時短ですごい使えるよっていうので押したいと思います。デイジークね、これに関してでもちょっとね、色ありすぎて悩むなってとこもあるんですけど、これの好きなポイントその2が、涙袋めっちゃ漏れるんですよね。こことかこういうこういうやっぱマットなアイボリーが入ってるとやっぱ涙袋持っちゃうよね。どうメイクしても事故らないもんこのパレットはっていう安心感があるから、1個しかアイシャドウ持ってはいけませんって言われたら私これ持っちゃうかも。だってこんだけ入ってんねんもん。Bアイドルやったら4色しか入ってないしなーって思う。まあこの辺の色とか取りまして、目の下のこの辺埋めつつ、ただね、一回のメイクでこれ全部使い切るかって言われたら本当に大体3、4色しか使わないんですよ。なんだけど、ブラウンでも毎日違うメイクが楽しめるっていう。で、20色入るとかなったらもっと普通でっかいパレットになるけど、これぐらいのサイズで収まってるっていうとこもすごいなと思うし、やっぱコスメ作ってる身からすると、こんだけのブラウンとか似たようなトーンでようこんなにも色出せるなって思うから、そういう意味でもすごい尊敬してるっていうのもあって、ポーチに入れてたら安心なんですよ。ちょっとこの辺とかはシアーなラメが入ってるので涙袋のてっぺんに塗ります。予想を覆す可愛さは特にないんですけど、今見たまんま使いやすいよっていう感じで、まあ、みんなにおすすめしやすいパレットですね。続いて涙袋ライナー殿堂入り、こちらです。やっぱこれよね、シピシピのシークレットキュアミライナー S の02番、何本使ってきただろうっていう、本当にリピートしまくってますが、色がこんな感じの色なんですけど、あ、涙袋の影ってこの色でよかったんやって思わせてくれたのと、シピシピの好きなとこはこの細さね、グイッとこの影に食い込んでくれるこの細さ、これがいいよね。はい、こんな感じ。なんかブラウンで描くより可愛らしくしてくれるから好きですね。これもブラウンのカラーもあるんですけど、私はなんだかんだピンク使うことが多いです。あとこの影の持ちもいいから、一日中ちゃんと涙袋ぷっくりするし、このやっぱ細さといいこの色味が天才だなと思って、これはもう絶対にないと無理っていう。他で涙袋描いたり、それこそアイシャドウで影描いたりとかするけど、でも一個選べって言われたらこれ選ぶなと思ったので、これを生涯コスメに入れました。そしたら私の大好きなマスカラに行きたいと思います。マスカラはもう皆さん想像がついているでしょう。こちらです。 U ピンクですよね。そうなんですよ、 U ピンクのフェアリーカールマスカラのブラック。この形のコーンも私他で見たことないんですけど、本当にね、本当に可愛いまつげになるの。まあ、色もなんか若干クリアブラックで濃くならないし、韓国アイドルみたいな束感っていうよりは、これ前から言っときゃ日本のアイドルのような束感ができるというか、程よい束なんですよね。韓国アイドルってもっとしっかり束になってるけど、 U ピンクはこのコームのなんか目が程よくて、韓国アイドルほど束にならない、本当に日本のアイドルのパチクリみたいなまつげに仕上げてくれます。で、めっちゃ綺麗に塗れるし、ダマにならへんし、カールもキープするし、大好き。私、ゆきりんさんより多分動画で推してるよ。この前、カンコレでゆきりんさんに会えてさ、会った途端言ったもん。天才デザインのマスカラって言って。ってぐらい大好きです。本当に大好き。いいぐらいに太さと長さが出て、ちゃんと上向きに入れる。めっちゃ綺麗なまつげになるんですよ。これ誰が使ってもなると思う。このまつげだからとかじゃなくて、たとえこのまつげが短くても、塗りやすいと思うし、キープ力もあるしね、他にないなっていうので、そう、代わりが効かないのでこれを入れました。そして下まつげはこれなんですよ。今ミュードの01、これファンの子にもらって知ったんだけど、これで下まつげ塗ったらすごいよ。にじんで黒くなるとかもないし、U ピンクよりさらにクリアブラックなんですね。下まつげにクリアブラックを使うことによって目が生きるんですよね。私マスカラ大好きだからいろいろ買うけど、なんかいろんなマスカラ使ってきて思うのは、やっぱ漆黒のもので下まつげ
塗ると、あの目力は出んねんけど、なんか目の奥死ぬんですよね。でもこれぐらいクリアで透明感のあるカラー使うと目が光をキャッチしてくれる。これは本当にめっちゃいい感じの長さが出て、あとまつげの方向性ちゃんと定まるんですよ。どこ向いてんのっていう現象が起きない。あなたこっちですよって言ったらちゃんとそっちにまつげが向いてくれるし、で速乾性もあって、あのメイク中もこう瞬きとかして下がうわってなったりとかもないし、マジで下まつげに特化したマスカラやと思う。私結構最近さ、上まつげつけまつけることが多いから、上と下のなんか差が気になったりとかすんねんけど、つけましてる時も下がちゃんと存在感出してきてくれるっていうのが素晴らしいポイントですね。これぞ下まつげマスカラっていう感じ。ぜひ使ってみてほしいです。だから最近の推しコンビはね、これですね。特に下地とか使わなくても両方カールキープしてくれるから。あとね、このミュードのマスカラはちゃんとこうまつげが下に向くんですよ。こうガーッとね。それがすごいなと思って使っております。で、今日はね使わないんですけど、これも障害コスメだなと思うのがこちら、 D-UP のアイラッシュフィクサー EX552 番。これはまつげのりなんですけど、やっぱつけまののりは、まあ、そんないっぱい試したことあるわけじゃないけど、まあ、付属のやつとかなんかたまに忘れて買ったりとかしてちょいちょい使ってきたりとかするけど、もう圧倒的に D-UP が取れないと思う。ギャル雑誌好きでずっとね中学の時読んでたんですけど、 NMB に入ったからギャルメイクできなくて、その中でもギャルのお姉さま方が絶対 D-UP って言ってた理由が、ここに来て部分つけまをめっちゃつけるようになって、やっぱめっちゃわかるというか、部分つけまってやっぱ取れやすいと思うんですよ、普通のまつげよりね。部分つけまってやっぱ取れたら結構事故なんですよね。この辺に毛がついちゃってたりとか、角度ピンってなって目の形変わっちゃったりとか、一本歯抜けとかになってもすごい事故だから絶対に落ちないようにしようと思うねんけど、 D アップで受けてたら落ちたことないし、むしろあのメイク落とす時が大変ですって思うくらい素晴らしいつけまのりなので、 D-UP を超えるものはないんじゃないかなと思ったので、これも生涯コスメに入れておきたいと思います。ただ今日はね、生涯使い続けたいつけまつげが別に見つからなかったので、つけまはいろいろ使ってどれもいいよねっていう感じのところでしかないので、これが一番いいっていうのがまだ見つかってないので、まつげは特にないんですけど、のりは D-UP っていう感じでお伝えしたいなと思います。それでは続きまして、チークもねめっちゃ悩んでんけど、こちらキャリアから障害コスメって言われたらどうなんかなとも思ってんけど、でも他のカラーも使いやすいっていうので今回選んだのが 2AN のデュアルチーク。私はこのねピンクペタルのカラーがやっぱ一番使うねんけど、薄い2色で作られてんねんけど、チークって1色でこう塗るよりこの2色で塗るのが可愛いんだって思えるというか、これがすごい自然に仕上がるなって思います。じゃ薄いの色をまずこう広く塗るんですよ、もうこの辺とかまで。でその中にこの濃い方をちょっと入れてあげるのね。こうやって塗るねんけど、このチークは普通に濃い色だけをこうやって塗るより広い面で塗ってあげた方がなんかこう余白が余って小顔に見えません？私どっちかっていうとこっちの方が顔でかいんだけど、やっぱ濃い色ポンってのせるとここに目がいって、ここの余白が目立つねんけど、薄い色を周りに散らけてあげて濃い色塗ってあげるといい感じにぼんやり余白が埋まって顔がちっちゃく見える気がして、あと可愛いっていうので、あ、2色使い大事なんだなってなんか思わせてくれたチークで、薄いから色がこの色でチーク塗っても失敗しないっていうのも私好きなポイントですね。あとなんかすごい自分の肌と合ってる気がする。あとなんかたっぷり塗ってもなんかめっちゃマットになって乾燥するとかもないから、そういう意味でもこれ好きかなと思って使ってる。最近はねこの鼻の下に入れるのも好きでよくやるんだけど、割とこの色がどんな目元のメイクとかどんなリップ使ってもすごい間を取ってくれるっていう感じ。血色感で染まったみたいな色にしてくれるけど、なんかどこかすごいこう少女感という可愛らしさもあるから、まあ、色もやし、この2色使いが大事って気づかせてくれたっていうのと、かといってチーク2種類使うかって言われてなんかめんどくさいから、それが1回で済むっていうのでこれが好きでこれを選びました。カラー展開もすごい多いので、物もすごいいいので、これはちょっと生涯使い続けたいなって今んとこ思ってる。では最後リップをいきたいと思います。リップはね3つあります。まずはこれも新商品なんですけど、こちらスックのモイスチャーグレイズリップスティックの11番。めっちゃ最新のコスメなんだけど、あの物自体は上半期のベスコスにも選ぶぐらい好きなリップやねんけど、見てこの色可愛すぎ。どこ探してもこの色に出会えなかったっていう色ですよ。ちょっと塗ってみるな。物ももちろん好きやねんけど、私はもうこれ色で生涯って感じ。代わりがいないこの色。これ以上くすんだら
結構ババ臭いし、けどこれ以上ピンクだったら普通じゃないですか。天才って感じじゃないこの色。マジ絶妙カラーで、どこ探しても出会えないよと思って選んだの。一歩間違えたら絶対似合わへんかった感じやのに、ちゃんと似合うとこでとどまってくれた色。私もさ、絶対にコーラルピンクとか明るいなんかちょっとこう粘膜ピンクみたいなね、リップが似合うことはもう分かってるんですけど、毎日そういうの塗ってたって飽きるやん。だからたまにこういうちょっとこうくすんだ感じとか塗りたいなって思うねんけど、口でかいからあんまり濃いの塗ると悪役的な感じになっちゃうから、こうリップの色選びって意外と自分の中で難しいなって、肌の色とかっていうより口の形的に思うんですけど、あと一歩くすんでたらやばかったやろな、あの手前が可愛すぎて、めっちゃ好きなんですよこれ。でこのリップ塗ってたらやっぱコメント欄とかでリップどこのですかってめっちゃ聞かれたりするから、めっちゃおしゃれやんなっていうので、代わりが効かない天才的な色っていうので、これは生涯使い続けたいなと思って選んだ。保湿力はねすごい高くて、あの乾燥しにくいんですけど、色持ちとか特に良くないので、機能性で選ぶんだったらちょっと違うと思います。そして続いては、 もちろんこれフジコのプランピーですよね、のやっぱ03番。ミサトさんのさ、コラボの曖昧も可愛いんだけど、これも生涯使い続けたいなって思うくらいめっちゃ好きな色だったけど、限定なので生涯買い続けれるわけじゃないので、今回は定番色の03番を選びましたが、でもねちょっとスックのやつと似てるけど、もっとブラウン感が強いかな。こんな感じ。このね、カンビはブルベもイエベもいけんじゃないみたいな色で、なんでかっていうと、プランピーがやっぱ透け感があるからなんだよね。プランピーってすごい程よい透け感があるから、普段使わない色も挑戦しやすいし、これがマットの色だったら絶対塗れないなって思う色でもプランピーだったら透け感があって使える。あとこのねプランピーのすごいところは、乾燥しにくいしベタベタしないし、プランプアップもしてくれて、縦じわとかも目立ちにくくなるし、1個で使っても可愛いし、重ねて使っても可愛いし、もうなんなんっていうくらい可愛いんですよこのプランピーは。01番の独占欲っていうカラーも私好きなんですけど、でも今は美里さんの曖昧を一番使ってんねんけど、長い目で見た時にやっぱ03が一番使うなっていう。 B アイドル以外で一番使ってるリップはこれと次紹介するやつかなって思います。色も含めてこの03番は生涯使いたいって思う。可愛らしいっていうよりちょっとこじゃれた感じとか、おしゃれになりたい時とか、大人っぽくなりたい日はこのカンビを使うことが多いのでこれを入れました。あとね、1本でサッて塗り直しても可愛いっていうのがポイント。私結構リップこだわり強いから、保湿にはこれとか、プランプアップにはこれ、色持ちにはこれっていろいろ塗ったりとかするけど、プランビーはね一つで終えれるので好きですね。では最後、色持ちっていう点でっていうのと、この色味が好きっていうのと、ティントとしてこれが一番好きっていうので選びました。こちらピアーのローティントの01番。色味はこんな感じの色なんだけど、まあ、得意なカラーですね。こうずっとこうやってやってもなんか筋にならないんですよこのティント。ティントってこうやってずっとこうやってるとね、なんかね結構筋っぽくなって、どこかが濃くてどこかが薄くてってなんねんけど、これなんかなりにくいの。それがちゃんと唇の上でも同じような現象が起きて、ティントって唇の治安悪かったらすごいどっかに溜まったりとかするけど、これなんかすごいみずみずしくてね、めっちゃ綺麗に塗れるんですよ。今なんてリップレビューしながらやってるからさ、結構顔向けしてるじゃないですかこの辺とか。でもなんか綺麗に塗れてない、筋にならなくてムラなくつくっていうのがこのねティントの好きなポイント。あと色持ちが本当にいいです。飲み会ティントっていうのでバズってたリップなんですけど、ただこの色しか好きじゃないんですよ私。そう、他の色も買って使ったりとかテスト試したりとかしてんけど、この色しか好きなのがないから、カラーバリエーション的にはあんまり押せないんですけど、この色はめっちゃ可愛いし自分がすごい似合うカラーだなって思うから好きやねんけど、ちょっとカラーバリエーションがどうにかなったらいいなって思ってるものではあるっていう感じかな。はい、ということでまたこれをつけて、私の生涯使い続けたいコスメは以上になります。このね服とこのカチューシャは誕生日プレゼントでアメリカ帰りの友達にもらったの。リュウクさんインスタとかにも載せてるアーティストのミーっていう幼馴染やねんけど、マジあかりっぽいって言って買ってきてくれたピンクセット、生涯コスメということでね、なんか伝わればいいなということでこれをつけて、伝わらんかって感じやねんけどそんなことは置いといてですね、私の生涯コスメ追加版というか最新版というか紹介していきましたけれども、いかがでしたか。前はもう絶対的にデパコスって感じで、デパコスが圧倒的に多かったのに、今年入ってから結構プチプラがいいのよ。スキンケアに関してはやっぱデパコスの良さってすごいあるなって思うねんけど、コスメに関してはなんかプチプラとかデパコスとかもなんか関係ないなって思うくらい、本当にね
でプチプラが優秀ですということで、ちょっとプチプラが本当に多かったんです。あと韓国コスメもやっぱすごいなっていうので多いんですけど、まあ、こんな感じかなと思います。そう、今回動画作るにあたって前回の場外コスメのコメント欄をね見直してたんだけど、全然デパコス多くてもいいよみたいな、あかりんが言ったものだったら買うよっていうなんか励ましのコメントをたくさん動画のコメント欄はいただいててんけど、だからそのコメント欄でやっぱ気にしてる人がいるからプチプラを選びましたとかじゃなく、今年入ってからの動画見てもらってやってる方には分かると思うんですけど、プチプラがめっちゃいいんですよ。あとね、その情報収集しててもプチプラの面白いコスメがめっちゃ多い気がする。買い物も動画のネタ探しって結構デパートに行っててんけど、欲しいって思うものがドラッグストアとかバラエティショップに多いから、最近なんかバラエティショップとドラッグストア行く頻度がめちゃくちゃ増えてますね。そう、今回ブランドとかもなんかバラで本当にいろんなものが入ってるので、ぜひ気になったものはねチェックしに行ってほしいなって思います。めちゃくちゃいろんなコスメを使ってきてる私が絞って選んでるものなので、マジでおすすめなので、ぜひねどれか試してみてほしいなって思うし、よかったと思ったものはまた教えてほしいなって思います。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりんでした。バイバーイ。